やっとこのドッカンバトルでも、ガシャの天井が、まあ、つくということで、でもね、ちょっと、まあ、500枚でしょ。300枚でよかったんじゃない？いつもありがとうございます。おそぼんば、徳島のばっかりです。本日もドッカンバトルやっていくんですけども、500枚ちょっと高いよ。じゃ学生さんもおるのにさ、まあでもね、まあ天井やっとついたってことで、まあ母体は確保できる安心感は得られますからね。まあぜひ皆さん500枚、集めていただき、母体交換ね。まあ1枚だけって言ってたかな。母体だけね、あれだ、撮ってくださいな。で、今回のこの動画のテーマ、行く前にちょっとね、告知なんですけど、その聖火移動時キャンペーンのガシャ、ドッカンフェスト伝説降臨祭、予定では、お昼15時から、まあ、開催されるということで、その15時開催時と同時に私、ガシャライブ、させていただきますんでね、ぜひお時間ある方はね、来てください。ぜひ。で、たくさんの、同説をお待ちしておりますと。はい。そんな感じです。で、すいません。冒頭長くなりましたけども、今回この動画のテーマなんですが、新キャラのリンク相性抜群。で、その新キャラを踏まえた、最強編成。こういったテーマで皆さんにお届けしようかなと思いますので、ぜひね、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。というところで、いきましょうか。ぜひね、新キャラ、スーパーサイヤ人トリオとマスリブロリーと共に一緒に使っていただきたい。マジでリンク相性抜群やから。はい。とりあえずまず、スーパーサイヤ人トリオとリンク相性抜群なキャラが、はい、こちらでございます。この8体ですね。そうですね。もうスーパーサイヤ人です。スーパーサイヤ人孫悟空と使っていただきたい。この8体とね、ものすごいリンク相性抜群でございます。で、その中でも、やっぱりこれは外せない。3大スーパーサイヤ人。これ、私担当したんですけども、このための伝説降臨祭で虹にすることができたら私は虹にしたいんですが、ぜひね、その新キャラ、スーパーサイヤ人トリオと一緒に、使っていただき、で、こいつの相性のいい、この歯茎、ごめんなさい。この歯茎悟空と共にも使っていただきたいかなということで。はい。で、その3、ごめんなさい。スーパーサイヤ人トリオの、リンクスキルがこちらでございます。ちょっとね、修正してますというのが、なんかドッカンバトル公式 X さんの画像でガビガビなんですよ。だから文字見えないから、ちょっと私、突き足してるんだけども。で、ここで、三大スーパーサイヤ人、で、ちょっと、解説していくんですけども、スーパーサイヤ人と、戦闘民族サイヤ人と、臨戦体制と、伝説の力と、で、超激戦と、金色戦士。これ、6個ですね。リンクを噛むことができますんで。金色戦士あったっけ？ごめん、俺、このリンクの画像見えてないんだ。まあ、でね、5つ、6つ、この8体、リンク噛みますんで、ぜひね、使っていただきたいのと、で、ぜひね、何回も言う、いろんな動画でも言うてたんですが、この、バカ野郎悟空ね、ぜひこの世界同時キャンペーンで、極限 Z 覚醒、期待しております。はい。で、続きまして、ブロリーね。はい。祭りブロリーと、リンク相性抜群なキャラが、はい、こちらです。もう当たり前ですね。そう。伝説のスーパーサイヤ人ブロリーと共に、使っていただきたい。で、前回、昨日か、ドッカンバトル公式生放送で発表されました、フェス限告知の伝説スーパーサイヤ人ブロリーが、まあ、極限 Z 覚醒すると、約束されております。はい。ぜひね、祭りブロリーと一緒に、まあ、使っていただきたい。で、戦闘民族、臨戦体制、超激戦、バーサーカー、スーパーサイヤ人、で、ベジータ王への恨みか、もあったのね。ぜひね、リンクめちゃめちゃいいから、一緒に使っていただきたい。極限 Z 覚醒、育成したら、その祭りブロリーと一緒に、まあ、使っていただきたいのと、これも何回も言う。もうこれの超極限 Z 覚醒ですよ。ね。極力の伝説のスーパーサイヤ人ブロリー。だから、今、忘却が流石一個で済みますので、とりあえず私今、すべての追撃会心の潜在マス、忘却させております。で、これはパッシブ、また発表されたら、
振り直ししようかなっていう感じで、ございます。で、これも何回も言ってます、極技の LR スーパーサイジンプロにね、これもリンク相性抜群でございますんで、ぜひこの世界同時キャンペーンで極限 Z 覚醒期待で、ございます。でこれが外せないですね、これも何回も言うてます、9周年スーパーサイジンブロリーと一緒に、新キャラ祭りブロリーと一緒に、使っていただきたいかなと。でバーサーカー臨戦態勢伝説の力性スーパーサイジン驚異的なスピード、長期飛戦ということで6つのリンクスキル噛みますのでね、俺とあとはもうブロリーの祭りブロリーの、リンクスキル画像を貼っ付けてるかと思うんですが、そうぜひね伝説のスーパーサイジンブロリーと祭りブロリー一緒に使っていただきたい。で、新キャラ踏まえた最強編成、なんですけども、はい、こちらですね、はい、こちらでございます。俺この画像嫌なんだわこれ、うん、あの前の縦画面が良かったんやけど、このチーム編成のこの画面、そうでは、これを、まあ新キャラのスーパーサイジントリオを見立てて、まあ、リーダーにしてるんですが、スーパーサイジ総合反省年期&スーパーサイジ総合転用年期で、リンク相性抜群の3大スーパーサイヤ人で、歯茎悟空で、この度の伝説降臨祭でも再録され、まあ、されますね、スーパーサイジ総合反未来で、おそらく後半の伝説降臨祭で、うん、初再録されるスーパーサイジゴジータ、まさかのガンマ1号2号が先でしたねこれゴジータが先かと思ったんだけど、でこの歯茎悟空ちょっと、ちょっと高難易度では厳しいなって方は、まあこの祭り悟空、うん、入れてもいいよね、うん、祭りなんだそう小鳥悟空か、小鳥悟空入れてもいいかななんて思ってます。まあそれは臨機応変にチーム編成していただき、でこのケンケン悟空もリンク相性抜群ですからね、これ入れてもいいかななんて思ってます。はい、そんな感じです。これぜひね、あのスーパーサイヤ人トリオを引き当てた方、このチーム編成で超高難易度イベント行ってみてはどうかななんて思ってます。で最後になります、ブロリーが祭りブロリーの最強チーム編成がもうこちらですね、もう見えてますけども、うん、で LR の極力伝説スーパーサイジブロリーを新キャラ祭りブロリーと見立ててリーダーにしております。はい、で、極限が約束されておりますガンマンブロリーフェス限伝説のスーパーサイジブロリーで、ついこの間極限しました極力のターレス軍団、これが惑星破壊の補正もついてますし、自分自身もものすごく強いですから、ぜひね、新キャラ祭りブロリーと極限したフェス限、岩盤ブロリーの補正もかましつつ、自分もアタッカーになるということで、で、制御不能の力代表格といっても過言ではないセルマックスで、これも全体の補正もついてます。ブロリー&チライ&レモが9周年ブロリーと相性もいいですし、新キャラ祭りブロリーの相性もいいですから、ぜひもうこれは外せないです。何回も言います、もう口酸っぱく言います、口がなくなるべやもうなんてしつこく言います。はい、9周年スーパーサイジブロリーと新キャラ祭りブロリー一緒に、ぜひ、使ってください。これがね祭りブロリー、の最強編成でございますんで、祭りブロリー引き当てた方はこのチーム編成で、超高難易度イベントで遊んでみてはどうかななんて思ってます。いかがだったでしょうか。今日はね、新キャラのリンク相性抜群キャラ紹介と、新キャラ踏まえた最強編成、ご紹介、させていただきましたが、まあこれも賛否両論ありますんでね、うん、チーム編成に関してはだから臨機応変にチーム編成していただき、いやこの組み方がいいだろう、あの組み方がいいだろうってあったらですね、ぜひこの動画のコメント欄にてどしどし、コメントいただけますと私も参考になりますんでね、はい、私より視聴者さんの方がドッカンバトルは詳しいや、かと思いますんで、ぜひどうですか、この日に YouTube 始められてはすいません、はい、まあ、そんな感じで、15時ですね、おそらく15時にガシャ開催されるかと思いますんで、皆さんお互いね、無理のない課金で神引きして、この世界同時キャンペーン共に楽しんでいきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。